マサトです。えー、聖書一日一章の時間となりました。えー、今日はエレミア書の三十五章です。では早速、えー、エレミア書の三十五章を見ていきます。<laughs> えー、エレミア書三十五章。ヨシアの子ユダの王エホヤ,、えー、エホヤキムの時代に、えー、主からエレミアにあった御言葉はこうである。 レカブ人の家に行って、彼らに語り、彼らを主の宮の一室に連れてきて、彼らに酒を飲ませよう。そこで私は、ハバツヌヤの子、エレミアの子であるヤ,ヤザヌヤとその兄弟と、そのすべての息子と、レカブ人の前科を引き、彼らを主の宮のイグダリアの子、神の人、ンの子、コラの部屋に連れてきた。 えー、それは市長たちの部屋の隣にあり入り口を守る者、えー、シャルムの子マースヤの,お部,屋の部屋の上にあった私はレカブ人の家の子たちの前に葡萄酒を満たした壺と杯と盃を出して彼らに酒を飲みなさいと言ったするとお彼らは言った私たちは葡萄酒を飲みませんそれは私たちの先祖レカブの子 ヨナダブがおたらしに命じてあなた方もあなた方の子らも永久にぶどう酒を飲んではならない、えー、あなた方は家を建てたり種をまいたりぶどう畑を作ったりまた所有したりしてはならないあなた方が給流している地の表にせ長く生きるために一生天幕に住めと言ったからであるそれで私たちは私たの先祖レカブの子を ヨナダブが私たちに命じたすべての命令に聞き従い私たちも妻も息子娘たちも一生ぶどう酒を飲まず住む家も建てずぶどう畑も畑も谷も持ちません私たちは天幕に住みすべて先祖ヨナダブが私たちに命じた通りに聞いて行っていました行ってきました しかし、えー、バビロンの王ネベカ、ネブカデレザルがこの国に攻め上ったとき、私たちはさあ,あ、カルデアの軍勢とアラームの軍勢を避けてエルサイムに行こうと言ってエルサイムに住んだのです。そこでエレミアに次のような主の言葉があった。イスラルの神、番組の死はこうせられる。言って、ユダの人とエルサイムの住民に言え、あなた方は私の言葉を聞いて、悔しみを受けようとしないのか、死の見つけ。 デカブの子ヨナダブが酒を飲むなとコラに命じた命令は守られ彼らは先祖の命令に聞きしたがったので今日まで飲まなかったところが私はあなた方にたびたび語ってもあなた方は私に聞かなかった私はあなた方に私の下部であるすべての預言者たちを早くからたびたび送ってさあおのの悪の道から立ち返り行い を改めよ、他の神々をしたって、それに仕えてよならない。私があなた方と先祖たちに与えた土地に住めと言ったのに、あなた方は耳を傾けず、私に聞かなかった。レカブの子、ヨナタブの子たちは、先祖が命じた命令を守ってきたのに、この民は私に聞かなかった。それゆえ、イスラエルの神、バン組の神、主は、こうせられる、身を私はユダと、 エルサイムの全住民に私が彼らについて語った全ての災ざわいを下す私が彼らに語ったのに彼らが聞かず私が彼らに呼びかけたのに彼らが答えなかったからだエレミヤはレカブジの家の者に言ったイスラエルの間番組の主はこうせられるあなた方は先祖 ヨナダブの命令に聞き従いそのすべての命令を守りすべて彼があなた方に命じた通りに行ったそれゆえイスラエルの会番組の主はこうおっしゃられるレカブの子ヨナダブにはいつも私の前に立つ人が耐えることはない、えー、感謝いたします、えー、エレメーションの35章でした、えー、この聖書の見言葉をあなたの心に魂に、えー、この聖書あなたのもとに えー、マスアートのおー聖書シ1日1章でした。マスアートのこの YouTube チャンネル登録またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。次回の聖書シ1日1章おエレミア書でお会いいたしましょう。マスアートでした。シ e e you again. It's p a s s シャ n ムシャ a ム u r e s